Hello everyone, let's enjoy the job. さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルではですね、皆様のおかげで YouTube 側から広告、CM 料をいただいております。まあ日々数百円ではあるんですけどね。ただ塵も積もれば山となるということで、それなりの金額が溜まっていくわけです。じゃあそういうような金額どういうふうに運用していきたいかというとですね、全国のソロバン学習暗算学習をしている、優秀な生徒、いるわけですね。でコロナが収まればまた全国でリアルな、大会が開催されていくと思います。そういう時のですね、遠征費用、交通費の、少しでも足しになればなというふうに考えております。フタウンというアプリを使ってですね、お渡ししていければなというふうに考えておりますので、またリンク見ておいてください。あとですね、そういうような考えに、賛同していただけるいただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今日のテーマですね、生徒は答えを書くことが目的になっていると、で先生は正解させることが目的なんです。ここにギャップが生まれるんだよというテーマでお話していきたいと思いますね。生徒はですね、もうまあ特にちっちゃい子ですね。で初めの段階、初期の段階はもうなんせ答えを書きたいんだと、とにかく答えさえ書けば終われるんだという、いうふうに勘違いしてる子がやっぱり中には、数名出てきます。当然ゴリ先生はですね、しっかり計算をしてほしい、しっかり計算の仕組みを理解して、正解を出してほしい、それを目的に当然指導をするわけなんですね。でそこでギャップが生じるわけなんですよ。でここにちょっと、画像を載せてますけどですね、こうやって日付を書いてくれるんですね。例えばここまで前回はやったから、今回はここまでやりなさいよとか、非常にですね、これはまず勘違いがないように初めに申し上げておきたいんですけど、非常にありがたいです。すごくありがたいことなんです。もうご家庭でしっかりチェックしていただいているという証拠なんで。でその時に当然日付を書いて、ここまで頑張ったねとか、じゃあ次行く時はここまでやってきなさいよとか、その声掛けもしてもらってる、それがすごく、指導者の方にも伝わってきますから、そこまでサポートしていただいてること、まずはですね、動画でお礼を言わさせてください。ありがとうございます。本当に保護者の方のそういうようなバックアップがあって子供たちが成長するんです。本当にまずはありがとうございます。ただしなんですよ。今日お話したいのはただしなんですね。生徒が答えを書くことが目的になる、これがですねちょっとまずいんですね。非常にまずいんです。とにかく答えを書く、もう全然違う数字、例えば1違いとかですね、2違いとか、少し多分こういうような繰り上がりのところで間違えてるなとか、返信で間違えてるな、もうありがちな間違いであればそこをしっかり指導できるんですけども、もう明確に答えを書くことが目的になってる。どういうことかというと、授業中にゴリ先生大概マークしてますんで、そういう子バレないようにこうずっと見てるんですよ。こっちからずっと見てるんですね。生徒に気づかれないようにですよ。手元見てるんですよ。で、なんとなく視界に入れば、この子そろばん触ってるなとか、口数飛ばしてやってんなとか、要は答えを適当に書いてるなっていうのが分かるんですね。でそれを話して、ちゃんとそろばんでやらなきゃダメだぞ、もう答えを書くことが目的になってるんだと、間違ってもいいからしっかり理解して、足せない時とか返信とか、どういう時に足せないのか、どういう時に返信しなければいけないのか考えてやりなさいという話をするんですけども、こうやって日付を書いてもらって、じゃあここまでいかないとゲームやらせないよとか、ここまでやってこないと、飛んじゃダメだよとか、そういうような声掛けになってしまうと、子供がもうなんせ答え書かなきゃ、とにかくその日付のところまで行かなきゃ、パパママがチェックしたところまでとにかくやらなきゃというのが先行してしまうんですね。一番、ゴリ先生が教えたいのはとにかく計算の仕組みなんですよ。どうやったら難しい計算が早く正確にできるかを
知ってほしいんです。で、特に四則計算の基礎の基礎、繰り上がり、足し算引き算なんですね。で、掛け算は九九と足し算、割り算は九九と引き算ができればできるんですね。で、その本当に基礎となる取り算、この足したり引いたり繰り上がったり変身したり5の合成分解とか、10の合成分解とか、本当にここが一番大事なところなんですね。ここでやっぱり進度が遅いからだと思うんです。初めのうちは。で、逆にですね、ゴリ先生もこの基礎、うちの場合はホップステップジャンプという3冊をしっかりやらせるんですけども、ここはむしろ進度逆に遅めに遅く遅くしっかりしっかりチェックしながらやってるところなんですよね。それぐらい重要なところで、こうができてないと当然見取り算ができなくなってきますし、そうすると当然級が上がらなくなってきますね。で、先ほど話したみたいに、掛け算、足し算が必要になってきますし、割り算、今度は引き算が必要になってきますので、本当に大切なところなんです。すごくご自宅で、チェックをしてもらって、こういうような日付を書いてもらう、これはものすごくありがたいことなんです。本当に頭が下がる思いで感謝はするんですけども、その時の声掛けの方法ですね、声掛けの方法なんです。ここまでやってこないと、ゲームはなしだよ、遊んじゃダメだよってなっちゃうとですね、とにかく子どもの頭の中はここまでやればいいんだ、ここまでやりさえすればいいんだというのが先行してしまう。そうするともう計算の手法とか指の動きとか、手をが間違ってようが構わないんです。ガンガン答え書き始めるんですね。じゃないというところで、まあ本当に日付に関してはこれはありがたいことです。ただ、欲を言えばですね、欲を言えば、少し声掛けの方法をですね、ちょっと、考えて、ここまでいかなくてもいいんだけども、しっかり一回で正解してくるんだよとか、しっかり先生のやり方を覚えて帰ってきてねとか、こういうような、声掛けにしてもらえば、非常にちょっとゴリ先生助かるなという、今回ごめんなさい、非常にわがままなお願いなんですけどもね、本当にこの子供たちただでさえ、とにかく答えを書くことを目的にしてる子って、ちっちゃい子、特に小さい子ですよね、小学校1年生2年生ぐらいまではそういう子が多いんです。こうそれを目的にされてしまうと、やはり頭の中にその指の動きであるとか繰り上がりとか語の合成分解とかが入らなくなってきますからね。そこでちょっと声がけを、もうとにかくゴリ先生の言う通り、言った通りの手順を覚えてきなさいよとか、なんでこれは繰り上がるんだ、なんで隣が10なんだよっていうのを、しっかり覚えてきなさいよとかっていうような声がけに変えてもらえるといいですというような今回動画でございました。はい、最後までご視聴いただいた方は本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ズームを利用してバイバイ。ゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。